アスコット競馬場は、イギリスロンドンから西に36マイルに位置する、イングランドのバークシャー州、ウィンザー城の西南アスコットにある競馬場。イギリス王室が所有し、ロイヤルアスコット開催時には、エリザベス2世が、アスコット競馬場を訪れる。また、7月のダイヤモンドデーには、ヨーロッパ三大レースの一つ、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスが、行われることでも知られる。 1711年、大の馬好きであった、アン・ジョーが、巨城のウィンザー城からほど近い場所を馬車で移動していた。際、目の前に広がる広大な丘を発見し、この場所こそ、競走馬が全力で走るのに、ふさわしいと、競馬場の建設を命じたことにより創設。同年8月11日には、当地で最初のレースが行われる。その後、1807年より、 ゴールドカップが施行されている。常設のスタンドが設置されたのは1793年のことであった。1839年には1万ポンドを費やして新しいメインスタンドが開設された。1939年までは年に一度6月のロイヤルアスコット開催と呼ばれる王室主催の4日間の開催のみが行われてきたが、 その後は1952年に始まった、キング・ジョージセ世クイーン・エリザベス・ステークスなど、王室主催以外のレースも行われるようになり、1965年より、障害競争も行うようになった。現在は、平地が17日、障害が8日開催されている。現在では、4月から9月までが、平地競争のシーズンで、10月から3月には、障害競争のシーズンとなっており、 毎月にから3回開催されている。1988年6月16日、出走中の馬が暴れて、騎士を振り落とす事故が発生したが、翌1989年に超音波を馬に照射することによる八尾町であったことが判明した。アスコット競馬場のコース外略図、各番号の位置が大まかなスタート地点となっている。メインのトラックはほぼ三角形である。右回り、 一周14波論、直線2.5波論。ホームストレッチは短く上り坂である。この三角形の最後の直線につながる形で、ニューマイルコースと呼ばれる1マイルの直線コースがある。キング・ジョージなどが行われる12波論のコースは、スー・イン・リーコースと呼ばれる。その棚のついているコースは、スー・イン・リーボトムと呼ばれる三角形の奥の頂点に、 設けられたポケットからスタートするオールドマイルコースや全出入マイルコースがある。また、1965年には本馬場の内側に障害コースがオープンした。一方で、アスコット競馬場では馬場の排水が問題となることが多かった。障害コースがオープンする前年の1964年、集中豪雨が発生し、ゴールドカップを含む2日間の競争が中止となった。 その後、延べ4 5トル以上に及ぶ排水管が敷設された。しかし、1974年に発生した集中豪雨によって、クイーンエリザベス2世ステークスが中止されるという事態になった。2004年や秋から2005年にかけては、約2億ポンドの拒否が投じられ、芝コースを路盤から掘り起こしての大規模な改修工事が行われた。それまで、 起伏の激しかったコースが幾分平坦になるなど以前よりも走りやすくなったとされている。また、この改修工事ではパドックがスタンド中央に移設され、新しいパドックには最大で約9000人の人員を収容できるという。ブリティッシュチャンピオンズデイは2011年よりアスコット競馬場で開催されている競馬の競争の開催日、 および同日に行われる重賞の総称である。イギリスの平地競争シーズンを締めくくるイベントである。この日に行われる重賞は、ブリティッシュチャンピオンズシリーズの最終戦と1マイルのハンデキャップ競争である。これらのレースは、2011年以前は、アスコット競馬場とニューマーケット競馬場にて、長年の間、開催されていた重賞を集約したものである。アスコット競馬場では、 ダイアデムステークスとクイーンエリザベス2世ステークスニューマーケットではチャンピオンステークスジョッキークラブカッププライドステークスが開催されていた。これらがブリティッシュチャンピオンズシリーズの各部門の決勝戦となった。クイーンエリザベス2世イステークスとチャンピオンステークスは名前を変えずそれぞれマイル部門とミドルディスタンス部門の最終戦となった。ダイアデムステークスは ブリティッシュチャンピオンズスプリントステークス、ジョッキークラブカップは、ブリティッシュチャンピオンズロングディスタンスカップ、プライドステークスは、ブリティッシュチャンピオンズフィリーズメアズステークスとなった。王室が所有する競馬場であるが、レッドブルエアレースワールドシリーズの会場として、使用されるなど、競馬以外のイベントも開催されている。ABC、英国競馬時典、財団法人競馬国際交流協会。 8-12008-11ページホワイト・ジェームズ・クリスティヒストリー・オブ・ザ・ブリティッシュ・ターフフロム・ザ・アーリエスト・ピリオド・ツー・ザ・プレゼント・デイボリューム・アイ・ロンドン H コール・バーンピアニッシモ199-200海外競馬に移行こう東方出版9-28-2002-18ページ ISBN 十八億百四十万百五十一。 ウルトラソニックガンイズ・ユースト・アレジェドリー2フィックス・ホース・レース・イン・イングランドロサンゼルス・タイムズ1989年11月1日2019年10月20日閲覧 ABCDEF 英国競馬辞典財団法人競馬国際交流協会2008年12ページクワイプコ・ブリティッシュチャンピオンズデー・レイ b r i t i s h c h a m p i o n s, s e r i e s c o m 2 0 2 1年5月29日閲覧イッツオフィシャル。アスコットウィルステージ3ポンドミリオンチャンピオンズレイザ・デイリーテレグラフ2021年5月29日閲覧フータナニーサンセットクローメイターゲットコモンウルスカップデイリーレーシングフォーム 二千十四年十二月四日、閲覧 N E W G R O U P O N E S P R I N T A T R O Y A L A S C O T ダッシュ B L O D S T O C K c o m コム。二千十四年十二月四日、閲覧レッドブルエアーレースワールドチャンピオンシップアスコットレイバンプルジョイス K 山本正夫役英国競馬辞典財団法人競馬国際交流協会。 2008年。渡辺圭一郎、サラブレッドインフォーメーションシステム、海外競馬に移行東方出版、2002年。ISBN 48億940万2851。ホワイト、ジェームズ・クリスティ・ヒストリー・オブ・ザ・ブリティッシュ・ターフ、フロム・ザ・アーリエスト・ピリオド・ツー・ザ・プレゼント・デイ、ボリューム、アイ・ロンドン1840年。ありがとうございます。